こんにちは、ロバート・キャンベルです。ここ神楽坂で行われる誰もが気軽に楽しめる伝統芸能フェスティバル神楽坂町舞台大江戸めぐり、毎回たくさんの方々が訪れています。神楽坂町舞台大江戸めぐりでおなじみの方々の演奏とお話も伺いながら、このフェスティバルの魅力をこちら柳井能楽堂からお伝えいたします。こんにちは。どうもごきげんよう。嶋佐さん、ロバート・キャンベルです。はい、関津吉正です。よろしくお願いいたします。どうぞ。はい。はい、します。どうぞ。関津急行会の関津吉正さん。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。はい、お久しぶりです。はい、今日もとても楽しみにしています。はい、私もです。はい、神楽坂には伝統芸能の演じ手が数多く住んでいらっしゃるそうですが、はい、人間国宝に認定されている方々がですね、はい、5名もこの界隈にお住まいということです。5人もこのすぐ近くにいらっしゃるということは、はい、すごいですね。はい、中でも箏曲界で神楽坂と切っても切れない方が宮城道夫ではないかと思います。現在はお住まいになっていた敷地に宮城道夫記念館が建てられています。残された数々の音楽を今に伝えるとても大切な役割も果たしています。去年岡村さん生演奏でロンドンの、夜の雨を聴かせてくださったんですけど、本当に素晴らしかったんですね。ちょうどこう暑い日だったんですけれども、はい、本当に雨がこうもうしとしとこう降るような、はい、琴の音とこの雨のいろんな表情、もう本当にこう柔らかい雨からこう激しいザーザーとこう、はい、とてもこう情熱的な、はい、とても素晴らしい曲を聴かせていただきました。今回も岡村慎太郎さんが、再び演奏を聴かせてくださいます。能楽堂での演奏にちなんで岡村さんが選曲してくださった尾上の松という古典曲なのですが、尾上の松といえば能にも深い関わりがありますね。そうですね、はい、世阿弥の作った能を代表する演目であります高砂という曲がございますけれども、はい、めでたい曲ですね。そうですね、はい、まあ、この高砂の中の、きっと言葉等が織り込まれているのではないかというふうに楽しみにしております。はい、楽しみですね。それでは尾上の松を演奏していただきましょう。
めでたやと歌い、豊かに住め
から思うしろや思うしろや閉ざさぬ身ように岡村さん、ありがとうございました。もう本当に聞き入りましたと言いますか、とっても良かったです。ありがとうございました。古典曲はいいですね。そうですね。こうゆっくりと始まりで、またこう、はい、中密なこの中身もなんか詰まった感じがして、ね、最後まで本当にうっとりしながらして、はい、聞かせていただきました。岡村さん、共演の方について少し教えていただけますか。はい、私は今日はお三味線を弾かせていただきました。琴、はい、を弾いたのは私の妻で、一緒に活動をしております。ということは高砂のこの演目と、もともと夫婦、まだ老夫婦ではもちろんありませんけれども、あと夫婦が、はい、登場する有名な、はい、祝言の曲ですけれども、はい、本当にぴったり、やはり通りで、はい、息があって、そうです、よかったですありがとうございます。よかったですね。宮城道夫というと春の海ですとか、去年聞かせていただいたロンドンの夜の雨のような創作が思い浮かびますけれども、はい、今回古典曲だったわけですね。はいはい、古典作品にはどのように取り組んでいたんでしょうか。はい、そうですね、もともと宮城道夫自身も古典を、はい、小さい時から学んできたわけで、はいはい、で、まあ、その朝鮮の方に行くということで、その
習う先生がいなくなるということでしょうかね、はいはい、それでまあ創作を始めたんですね。で創作を始めたんですけれども、いろんな曲をたくさん作って、で日本に帰ってきてこう、発表会ですね、うん、自分の、創作の曲の発表会をした時にですね、第1回目をした時に、いわゆるその当時ではこう斬新なと言いますか、うん、そういう曲が多かったんだと思います、周りは古典を弾く方たちばかりですから、はい、それでそれを聞いた方がですね、宮城道夫は古典が弾けないんじゃないかという噂が出たらしいんです、でそれが先生の耳に入って、はい、それはちょっと心外だということだと思うんですね、はい、それで2回目の、作品発表会の時に、うん、先ほど演奏した尾上の松を発表したんですが、あれはもともと古典曲、私が弾いた三味線の部分は江戸時代から伝わっているものなんですが、はい、その上に自分の、創作のお琴、はい、手付けと私たちは呼びますが、はい、それを、作曲して、あそこでこう組み合わせが融合させたということでしょうか。いや素晴らしいです。この掛け合いが本当にこう縫い目なく、そうですね、しかしそれぞれの楽器、はい、それぞれの声が本当に、まあ、個性豊かに、うん、展開する、はい、もう素晴らしい作品だったと思います。宮城道夫には、はい、能楽を取り込んだ、はい、箏曲の作品に、まあ、他にもいろいろあるそうですね、はい、古典曲になりますけれども、うん、能楽の演目で言いますと、そうですね、遊行柳ですとか、それから西行桜、はい、それから桜川とか、そういったものを扱ってますし、今日演奏した尾上の松は高砂から来てます、はい、それから金輪ですとか、うん、葵の上のような、そういうちょっと、ねね、人間の、ね、ドラマ、そうですね、ドラマみたいなものもあったりして、はい、なかなか面白いと思います、共通する素材演目はたくさんありますね。そうですね、まあ、遊行柳、西行桜なんていうのはね、その草木の精ということですので、そうですね、まあ、それを音曲と音としてどういうふうに表現していくかということを興味深いですし、まあ、金輪や葵の上はね、本当にその人間の心の深いドロドロした部分ですから、うんうんすね、いろいろな表現が楽しめる内容だと思いますね。はい、そうですね。いや素材がそれだけやっぱりこう、まあ、重なると、特に今日能舞台で聴かせていただいたんですけれども、はい、なんか吉政さん何かこう参考になるとか、どういうふうにお聞きになったんですか。いやそうですね、能舞台でのその能っていうのは弦楽器を使いませんので、はい、まあ、広い括りで言うと弦の音の響きの具合がね、まあ、この能楽堂で聴くのが非常に新鮮に感じますし、うん、特に今日の演目はですね、高砂がベースということもありますし、本当に掛け合いがね、綺麗にこう調和して、うん、そして合奏って言っちゃいけないんですけど、二人で弾かれる時のその音の盛り上がりが、うん、なんか非常に風景も目に浮かぶし、うん、なんか心の描写も目に浮かぶし、とても素敵に感じました。そうですね、本当に目の前にやっぱりこう景色がこう浮かぶような、はい、感じがしました、うん、神楽坂という町がそもそも吉政さん、どうしてこんなに伝統芸能の、まあ、人間国宝がこの周りに5人もいらっしゃるということですけど、うん、はい、どうしてそんなに好まれる町に、どうしてなんでしょうね。私もね、全然その辺の答えがわからないんですけれども、お近くにそうした古典芸能の関係者が本当に多いだという実感はあります、うん、なぜかということは、はい、どうでしょう、いろいろ皆さんで考えていただけたらと思います。いや、まあ、一つ、私はまあ足を運ぶ方専門なんですけれども、やはり、まあ、飲食店もありますし、人々がこう自然に集まって交流する場ということと、やはり歴史ですね。特に明治以降、江戸時代のこの神楽坂、この辺りはそれほど、まあ、芸能に関してもさまざまな、まあ、人が集まって何かをするということはあまり聞きませんけれど、明治になって以来、非常に、まあ、そういう、まあ、下流会もありますし、現在も芸者衆もいらっしゃることですし、まあ、何かをこう普段とやっぱり日常と違う、一人でもいいし、他の方々に、まあ、友達や家族で一緒に繰り出して何かをこう、楽しみたいという、まあ、そういう、 こう場所時間がたくさん用意されている街だということを感じますね。神楽坂町舞台大江戸巡りは、気軽に伝統芸能に出会っていただき、まあ、一人でも多くの皆様に伝統芸能のリピーターとなっていただくことを願って、いろいろと面白い催し物、さまざまなことをまあ開催しているわけですね。ぜひ足をお運びいただきたいと思います。